皆さんこんにちは、アノンです、今日はなんとニセコに来ております。北海道なんですけどめちゃくちゃ暑くて、今日33度くらいあるんですけど、ちょっとニセコの街をお届けしたいなと思います。はい、でまあちょっと見てもらってわかると思うんですけど、なんかもうすごい素敵なお店じゃないな家が並んでて、なんか日本じゃない感じですね、雰囲気が。あと今シェアハウスみたいなとこに住んでるんですけど、まあ日本人が私しかいないっていうすごい環境にいます。なかなか日本にいてこの環境ないと思うんですよね。しかも海外にいても日本人って一人くらいいると思うんですけど、今全然いなくて、本当になんか外国人多いですね、ニセコは。夏なんですけど、なんかね冬はスキーとかのイメージがあるから外国人多いのかなって思ってたんですけど、夏もやっぱ多いですね。なんか、まあ、今私がいるとこってニセコの市内じゃないんで、あのスーパーとかもないし、まあ、コンビニが3つくらいあって、本当になんか自然しかない感じの場所で、あちょっと見えるかな、羊蹄山っていう、蝦夷富士って呼ばれてる高い山があります。ちょっとさすがに暑すぎるんで登らないんですけど、結構なんかみんな登ってるみたいですはい、そうで今私の家にはイギリス人、アルゼンチン人、スペイン人、チェコ人、あとスロバキアとかも、本当なんかもういっぱいいろんな国の子がいて、みんなワーホリで来てるみたいです。なんでいろんな言語が飛び交って、一切日本語を使わないっていう外国気分を味わっております。はい、なんかラグビーかな、ラグビーの合宿かな、まあ避暑地を求めてきたと思うんですけど、見事に猛暑ですね、ニセコもゴンドラあるんですけど
なんかやってんのかわかんないんですよね。動いてる感じがしない、ノースフェイス。普通にお店とかもあるし、特になんか生活には困んないですね。でもくっちゃんに行くバスがあまりなくてないんですよ。めっちゃバス少ないね。なんでもしまあスーパーとか行きたかったらバスに乗っていくか、まあなんかバイクとか借りるかって感じですね。まあ10分くらい歩いて、もう暑すぎてカフェに来ました。なんかオーストラリアのオーナーが多いみたいで、カフェのメニューとかもなんかオーストラリア仕様でさ、フラットホワイトのアイスラテ、ストローのエコな感じ、おいしい。おいしい。なんか日本にいないみたい。ストローもすごい。なんかルームメイトにこの坂の上に行くことを勧められたんで、ちょっと上がっていきたいと思います。Chasing that golden sky.